こんにちは。このビデオはシビルレーザーからのものです。これは792nmの高出力近赤外線レーザーです。これはファイバー結合レーザーで、ファイバーはプラグ可能です。ここで使用されている光インターフェースは SMA905 で、他のタイプのインターフェースもカスタマイズできます。必ずレーザーの電源を切った状態でファイバーを取り付けてください。電源が入っている間は光ファイバーを抜き差ししないでください。ファイバーコアの直径とファイバーの長さはカスタマイズできます。これは 20W の高出力レーザーですが、792nmは近赤外線レーザーなので、光点はあまり眩しく見えません。レーザーをオンにして、出力を最大に調整します。シビラサーズにアクセスして、その他のレーザー製品を見つけてください。